TP248JP。アンチマヨネーゼ。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-248JP1 はサイト8017の収容ロッカーに保管されています。SCP-248JP2 はポリタンクに詰めた状態でサイト8181内の冷蔵庫に収容されています。冷凍庫の室温は摂氏マイナス15度維持、凍結した状態を保ってください。説明。SCP-248JP1 は、アンチマヨネーゼ、とタイトルされた制作会社及び出演者不明の DVD です。DVD は寸法 135mm×190mm×15mm のトールケース型パッケージで、表紙には一般的なチューブ型容器のマヨネーズに大きな赤いバツ印のイラストが描かれています。SCP-248JP1 の容量は 4438MB で、133分間映像を再生することが可能ですが、再生時間は32分14秒程度で大幅な空き容量があります。DVD の映像内容は、白無地の空間に人間のシルエットだけが撮影され、3名の人物が身振り手振りで発言を行います。詳細は、アンチマヨネーゼ、音声ログを参照。SCP-248JP1 を人間が視聴し、マヨネーズを摂取すると SCP-248JP2 へ変化することが判明しています。D クラスを使った実験により、音声のみの視聴は活性化の影響はありませんが、無音状態の視聴でも SCP-248JP2 へ変化することが判明しています。途中視聴、中断した場合でも活性化の影響を受けることが判明しており、SCP-248JP2 へ変化した人間はこれまで元に戻った例はありません。なお、SCP-248JP1 の影響は半永久的に持続することが推測されており、一般的にマヨネーズは食品に使用されている傾向が多いため、SCP-248JP1 がテレビやインターネット上で公開された場合、オブジェクトによる被害は深刻なものであると想定されています。SCP-248JP2 はマヨネーズへ変化した人間です。SCP-248JP1 の視聴後、マヨネーズを接触した瞬間、視聴者の肉体は重力に関係なく 50cm ほど浮上、直径約3メートルの円を描き、高速で回転します。回転は2時間かけて行われ、視聴者は SCP-248JP2 の実例となります。SCP-248JP2 の成分と見た目は摂取したマヨネーズに依存し、総量は視聴者の体重と同量分のマヨネーズが生成されます。SCP-248JP2 には発話能力があり、D クラス職員を用いた実験では、変化する前の意識や記憶を保有しており、SCP-248JP2 をそれぞれ個別に分離した場合、分割した分だけ視聴者の人格が存在し、個別に記憶や意識を有していることが判明しました。SCP-248JP2 は他者が接触しても肉体的な害はありませんが、消化サイクル中、便となって排出するまでの間、視聴者の声が体内から発せられます。この時接触者の体内に存在する SCP-248JP2 は、主に精神的な消化される苦痛を接触者に訴えます。SCP-248JP2 は接触による消化以外に消費する方法はありません。詳細は SCP-248JP 実験ログ1を参照してください。アンチマヨネーゼ、音声ログ。役者 A がお辞儀をした後、発言をする。まったくマヨネーズというものは糖分がないことだけはせめての救いなのだろう。それ以外の救いは原料に巣があり、夏場でも常温で放置できることぐらいだ。酢、卵、油。それぞれ3個体は嫌いではないのに、三つどもえになった瞬間、三位一体の嫌悪感。半固形であることが災いしてか、様々な食材に使用されすぎている。お好み焼き、たこ焼き、マヨネーズが嫌いにもかかわらずセルフサービスのごとくかけられるあの液体。おぞましいことだ、味覚がバカになる。油をそのまま飲んだ方が健康的だ。一言でも嫌いといえば怪訝な顔をされる。好きで当たり前、嫌いがイレギュラーのごとき扱いだ。
だが、言わせてもらおう。少数ながらにあの卵色を剣をしている存在がいることを。役者A がおよそ15分間罵倒を続けたところで、役者B が登場する。わしの子供の頃はマヨネーズなんて食べ物はなかったよ。だが今はどうだ。唐揚げにマヨネーズをつけて食べるどころか、マヨネーズに唐揚げをつけるという現象が一部の熱狂者が行っているありさまだ。わしもな、本格的にマヨネーズが嫌いだと証明するために世界中のマヨネーズを吟味した。うずら味、トマト味、明太子。全総額はどれほどかわからんが、嫌いであることに違いはない。役者 B が倒れる。役者 A が近寄り声をかける。おじいさん、おじいさん。ああ、とうとうお迎えが。最後に頼みがある若いの。最後の晩餐にクソ憎たらしいクソ赤キャップのクソ悪魔のクソマヨネーズを持ってきてくれ。じいさん、わかった。役者 A はあらかじめ用意されていたマヨネーズを役者 B に渡す。役者 B は震える手でキャップを開け、一気に吸い込んだ。じいさん何やってんだ、こんな。慌てるな、若いの。今はの際でわかったことがある。やはり。マヨネーズは、まずい。じいさん。動かなくなった役者 B を役者 C が画面上に連れ出した後、役者 C が画面に現れる。絶望、しているのかい？あんたは、誰？いや、そんなことはどうでもいい。俺は今、たった今同志を失ったんだ。人は死ぬ定めだ。ところで、君はパンが好きだったね。ああ、好きだ。照り焼きバーガー、焼きそばパン、カツサンド、好きだったさ。だけどな、お惣菜パンは、今はマヨネーズの温床さ。成分表を確認しても、オリジナルソース、オリジナルドレッシング、という言葉に騙される。ただのマヨネーズじゃないか。半カロリー。だからなんだ、俺はその液体を避けたいだけなのに。君には悪いけど。最近じゃカレーパンにもマヨネーズの存在が確認されていることを知っているかい？嘘。だ、あの聖域が？嘘つくんじゃねえ、信じられるか。悪いけど事実さ。それだけじゃないよ、マヨネーズにはね、砂糖との相性の良さも確認されている。ごく一部に限定されるが砂糖をまぶして食していることすらある。ケーキやクッキーのバター代わりに使用されてさえもいるんだ。今じゃゲテモノだろうが、そのうちメロンパンも侵食されるかもしれない。君が唯一安心して食べられるパンはもう、あれしかないのさ。わかるよね？アンパン。たこ焼きやお好み焼きならマヨネーズが許せると言っている奴らは、マジにわか。マヨネーズに対する罵倒が32分14秒まで繰り返される。SCP-248JP 実験ログ1。SCP-248JP1 の影響を受けて SCP-248JP2 に変質した D クラス、D27、を人体による効果を調査するため、D40 に接触させ、消化プロセスに伴い断続的に記録を行いました。D40 は生野菜、キャベツ、ブロッコリー、に SCP-248JP2 を付着させ接触及び消費しました。初期通過部位、口内から胃にかけて。いただきます。D40 の咀嚼に合わせて口内から歪んだ D27 の音声が聞こえる。うわぁもうやめてくれやめてくれ本当やめてくれ。歯がギロチンのように落ちる唾液が食道がわかる見える体中まとわりつく肉肉肉が。ああ、胃液が俺の体が伸びる伸びる。分かれて俺が増える。くっついて俺が戻る。細かくなって、俺が俺はああ、肉の壁がある肉の壁がある。肉の壁。中期通過部位。胃から小腸にかけて。俺が何をしたんだよ。ただ人を殺しただけじゃないか。なぜこんな目に俺が合っているんだ。狭いよ狭い。暗い怖い。もうやめてくれよ。俺の周りにある大きな蛇みたいな血管がドクドク脈打つ。人肌の温度で助けてくれ。
専門医の見解では数時間で D27 は閉所及び暗所恐怖症を発症したものと考察されている。後期通過部位、小腸から大腸にかけて。目の前が肉より柔らかいものに包まれている俺を包んでいる。怖い怖い怖いよ、怖いよー。俺が通ったところから液体がゴロゴロ迫ってくる。嫌だ嫌だ嫌だ、あれはクソだ。助けてくれ助けてくれ。D40 は体調不良による下痢の症状が確認された。体調不良の原因は SCP-248-JP2 の接触によるストレスだと推測されている。末期通過部位、大腸から排出にかけて。溶ける溶ける溶ける、溶ける溶ける、俺が伸びる俺が伸びる、動く速い、壁が俺を押しのける、速くなる動きが速くなる、3が降りかかるで、でとととと。D27 の音声はここで途切れた。D40 の肛門から便が排出されたことが原因だと判明。D40 の排出物を回収し、検分した結果、便には何の異常も発見されなかった。排出物から D27 の音声が確認されないことから、消滅あるいは死亡したものだと、仮定、された。実験終了事件1、SCP-248-JP。実験終了後、収容違反が発覚しました。実験で使用した SCP-248-JP に、D27、が一滴ほど机に付着しており、それを拭ったティッシュを焼却炉へ。SCP-248-JP に、D27、がおよそ 2g 付着している食器を洗浄し、それぞれ処分しました。後に焼却炉の煙から SCP-248-JP に、D27、と推測される声が空中を無産し、洗浄処分された SCP-248-JP に、D27、は下水中に廃棄され、双方は現在、世界中を循環しているものと考えられています。現在 SCP-248-JP に、D27、の回収を実施していますが、成功していません。